卓一室内予想論点総まとめ講座皆さんこんにちはレック専任講師の根本ですここでは私が担当する卓一予想講座について説明していこうと思いますこの予想講座ですが私もう13年目になります13年えこちらの方信頼と実績のある予想講座にやっていますこの予想講座どういうことをやっているかと ここは出るからしっかりやってねもちろんそれもやりますでも同じぐらいここはちょっと手抜いていいんじゃないといったことも指摘します具体的には全ての科目全ての分野についてよく出るこの可能性が高い A ランクこれは低いだろうという C ランクま I、あああの B ランクこれを全科目全分野で指摘します これによって何ができるかメリハリが可能になります例えばある学分野を勉強して、うん、どうしようここ突っ込んでいいのかな予想コーナーのテキスト見るあ、C だちょっともうこれ,これぐらいしとこうどうしようこれやっとこうかな A だあこれちゃんとやっとこうとこういった学習のメリハリ強弱が つけられるようになりますでは続いてテキストの構成についてテキストについてはその出題予想論点についての特にここをやってほしい特にやってほしいといった分野についての図表をつけてますそしてその図表についての一問一答の問題をつけてますここは覚えてほしいという図表 そしてそれが分かっているかの一問一答ができますそれによって知識の習得そしてその確認ができます予想論点その予想論点の中でも特に私がやってほしいところそこの習得と確認がしやすい適宜ストになっていますでは講義です実際どんな講義なのかと これ自体はここが出るよといった予想だけの講義じゃありません。そのここが出るよといった中の特にここをやってほしい。っていったところについてこちらがあの手この手で講義の方を仕組んでいます。狙いは何かというとその講義を聞くことによって記憶に残るそのためのありとあらゆる手を使います。力技も一定程度使ってきます。お楽しみにしてください。 これは私の予想講義なんですが、今年一つ新しい試みがあります。生講義、通信講義、どちらに問わず、当日、Zoom でリアルタイムで聞けます。教室で生講義を行います。リアルタイムで Zoom で配信します。 生講義に来るもよし、ズーム配信で家で聞くもよし、これは生講義を選んだ方だけではありません。通学クラスの方は生講義、そしてズーム配信が選べます。当日どちらにするか決めれていいと思うんです。一方通信クラスの方、配信6月だと思いますが、6月までの配信を待つでもいいし、 5月の半ばに行われる生講義のズーム配信も聞くをよしこれもお好きな方を選べますその結果どちらのクラスの方でも5月中旬から早めの対策が取れますテキストの方が5月半ばをめどに皆さんのところに発送されますあとはそれを使って生講義に来るズームで聞く 通信の方もえ、ズーム配信を聞くでもいいし、6月のえ現実的な通信講義のところで待ってそれを聞くでも構いません。自分のライフスタイル、それに合わせて聞けるようにしています。そしてやろうと思えば、5月中旬から予想内容が聞ける。早め早めの対策ができるようにしています。これが私が担当する。 室内予想論点の講義になります。ぜひご興味のある方、パンフレット、もしくはウェブページ、見てやってください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。